久保さん今回吉田松陰でいきましょうか「夢なきものに理想なし理想なきものに計画なし計画なきものに実行なし実行なきものに成功なしゆえに夢なきものに成功なし」とな,なかなか長々な言葉ですねうんまあこの億万長者シリーズもいろいろと出てますけどもまああの何すかね一、えー、人になったとしてもどう思うかですよね 久保さんが一人でやってかんとあかんなと思わなければまた従業員雇うっていうことをね、えー、やったかもしれないしもしかしたらあー違う道があったかもしれないですけど一人でやっていこうと思,思ったからですよね、うん。僕も一人でやっていくぞって思って鹿児島来ましたけどもしまだ組織でやろうと思ってたら多分、まあ、やめることはなかっただろうし。 まあそれをまあねに、日本語風に言うなら腹くくるというか、あ覚悟を決めるというか、うんなんかそういうのがないと、まあ、成功というか人生を変えるっていうのは難しいんじゃないかなと思いますね。内なるもの、うち,うちで内なるものに何を秘めてるのか、何を思い、えー、描いてるのかっていう、それがなかったら全てはやっぱ始まらないし、うーんそう。 だからその特効体の言葉ってなんでその重いのか深いのかっていうと思う気持ちがもう僕はもうめちゃくちゃあのあったんじゃないかなといろんな感情気持ちその思うっていう深さがねそのこと言葉言霊に表れてるからこそめちゃめちゃ深,い深かったんじゃないかなと思いますけどねうんいってらっしゃい